はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日もですね、前回に続いて、クイヒーの解説、これやっていきたいと思うんですけども、前回はね、クイヒーの本当初心者の方向けの入り方っていうのを中心に解説したんですが、今日はね、その前回に続いて、なんでクイヒーっていいのっていう、そのクイヒーのメリットをもうちょっとね、深掘って、説明していきたいというふうに思います。で、参考にする動画っていうのはね、前回見てもらった攻めと同じ方がまあいいだろうなと思うんで、ちょっとね、その復習もやりながら、その、なんていうのかな、クイヒーのメリットっていうのをね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。まあ、こんなこと言うとね、ものクイヒー信者というか、もうクイヒー最高みたいな、ふうに言ってるふうに聞こえるかもしれませんけど、まあ、本当にね、クイヒーを、まあ、リスク少なくやれるような配置が相手だったら、結構ね、使う価値はある戦術だと僕は思いますね。で、この配置ですね。両太郎さんのアタック。まずは復習からいきましょうか。で、クイヒーこれ、順次からいきますね。で、クローバルーンを出して、ホーミング爆弾で、ヒーラーがやられないように、ある場合はその回収を図ると。で、ベビドラで、クイーンが、反時計回りに回っちゃわないように、カットして、クイーンの進行方向というのを限定していきます。で、その間にクイーンはどんどん、ヒーラーの回復を受けながら防衛施設を壊していくと。やっぱりね、こうやって、どのユニットも、まあ、最大化っていうのユニットは無駄になっちゃうかもしれないけど、ユニットのね、コストを無駄にしないで施設を壊せるのはいいですね。で、対空砲処理、これ3つ目のポイントです。で、さらにここからね、アーチャー塔を壊してから、援軍を釣り出して援軍を処理。4つの今メリットありましたね。メリットというか、これポイントか。バルーンで、対空爆弾、ホーミング爆弾の確認をする。ベビドラで、クイーンの進行方向を、限定する、まあ、サイドカット。で、3つ目が対空砲、これをちゃんと壊すと。で、4つ目が、防衛援軍の処理を行って、今ここまで来てます。でね、ここまで来ている間に、実は良太郎さん並行して、こんなところもユニットいっぱい出してるんですよ。でね、これはかなり、まあ、タイミングが大事で、うまいアタックなんですけども、だからこそね、参考になるポイントいっぱいあるんで、ちょっと今回は、クイヒーの動きの終盤のところ、援軍を処理するあたりから、それ以外のね、ユニットの打ち手っていうのを、ちょっと中心に見ていきたいと思います。まあ、バルーン、デビドラ、で、チェックにサイドカット。クイーンの進行方向に、安全を確認しながら、横それがないようにクイーンを決めていきますと。でね、この配置見てもらうと、ここからを、突破兵器を入れていくんですよ。ってなってくると必要なのがサイドカットですよね。ボーラーをこの辺から出していくんで。でもちょっと見てほしいんですが、クイヒー使うメリット、ここ今日言う中ではその1は、ここ全部サイドカットもされてますよね。クイヒーで、クイヒーってね、そこを歩いたところを全部カットしながら当然だけど歩いていくんで、自然とクイヒーの歩ってる側はサイドカットされたことになるんですよ。で、ここに今ネクロとボーラーを出して、こっちの3時4時目のカットをしてきますよね。で、バスターでこの間に穴を開けていったら、どうでしょうね。もう、これから出てくるボーラー、この辺から出てきますけど、それないですよね。この水塔さえ壊しちゃったら、当然このインフェルノタワー、竹取りに決まってるじゃないですか。こうなってるんで。それを分かって、良太郎さん、ここからボーラーを出していきます。そろそろ来るかな。2分の1って意外と遅いですね。まあ、クイーンが来て、はい。で、安全を見て、ここからもうボーラー出してますね。で、ボーラーは当然、こっちの施設カットされてるんで、ババキンヒーローも、きっちりこう、中に入っていきますね。やっぱりね、クイヒーの大きなメリットっていうのは、その援軍処理ができるとか、
コストを無駄にしないっていうのもあるんですけど、この完璧なるサイドカット効果、歩いたところは壁の内側も含めてクイーンカットしてくれるんで、サイドカットがきっちりされている状態を作ることができるっていうのが大きなメリットです。で、さらにメリットその2、これね、今ヒーラーがクイーンから外れてジャイとかボーラーを回復しているのが分かりますか。これがね、中央ですごい、火力の高いところをジャイやボーラーがこう突破していける一番のポイントです。ヒーラーってね、単体回復じゃなくて複数回復なので、さらにそこにこうレイジが乗っかって回復力が 2.5 倍ぐらいかなに跳ね上がると、基本的にはあらゆるニットの体力を減らさずにどん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 進めることができます。でね、これが本当に大きくって、クイヒでこんな中心に入ったら当然集中砲火でやられるんですよ。だけどこれだけのユニットが中心に入ってくると攻める力の方が強いんで、やれる前に防衛室をやってくれます。そして各ユニットがやられないようにヒーラーが回復をしてくれる、これなんですよね。でね、この今のヒーラーが回復しながらやられる前にユニットがやるっていう話、これをさらに加速させるのがレイジです。レイジですよ。前の中でね、もしもヒーラーがついてなかったら、あんだけ火力収集するんだからヒールがいるじゃないですか、ヒーリングが。だけどレイジをかけるとボーラーたちの攻撃力も上がるし、ヒーラーの回復力も上がるんで、レイジがね、攻撃と防御両方の役割を果たしてくれるんですよ。これがクイヒーと主力部隊を合流させる大きなメリットです。なので呪文が無駄にならないんですよね。ここでだってレイジとヒーラー、ヒーリングを両方打ったら呪文2個使っちゃうじゃないですか。それをレイジ1個で済んじゃうんですよ。こんなね、大きなメリットってそうないんですよね。なので、さっきも言いましたけども、クイヒーを使いやすいなっていうような、配置であれば、積極的にね、使っていって、で、普段、ヒーリングなんかを持っていく場合には、そのヒーリングの代わりにレイジを持っていくと、ヒーラーが、ヒーリングの呪文以上の仕事をしてくれると。これがね、クイヒーの、素晴らしいところです。ただね、1個気をつけなきゃいけなくて、例えば、バルキリーとか、ホグライダーとか、非常にね、この足の速いユニットを使う場合には、ダメはないんですけども、ヒーラーにレイジをつけながら、ユニットの攻撃力も上げて突破するっていうのは、結構難しいです。なので、なんていうのかな、自分の判断力とかね、実力とかそういうところとこう見合わせながら、ヒーラープラスレイジでユニットを進めるっていうやり方はやってもらったらいいと思います。ただね、ボーラーみたいな足の遅いユニットには本当に乗りますんで、こういう合流のさせ方っていうのは、クイヒーを使う大きな利点として、ぜひぜひね、積極的に使っていっていいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、本日はクイヒーのメリット、2つご紹介させていただきました。これからもね、ちょっと間が空くかもしれませんが、ヒーラーがね、対空砲を処理しにくいような配置、ヒーラーというか、クイーンか、クイヒーがね、そういう配置で、じゃあクイヒーってどうやって使っていけるのかというところもね、これからまた動画で解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ、これからもご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。